されてたけど、そんなことないなってふと思った。立ち止まった僕東京にいるんだ。やっぱそうじゃん君の方が、やっぱそうじゃん君の方が、毎日が楽しそうだから、先輩と仲良さそうだから、なんでどうして君の方が、なんでどうして君の方が、僕よりお酒が弱いのに大人びたように見えるんだろうが、君のままでいたいなんて言葉聞き飽きたから、聞き飽きたから。